パリ五輪陸上男子110メートル障害準決勝7日フランス競技場五輪初出場の日本記録保持者村竹ラ,ラシッドジャルが13秒26の準決勝1組4着で着順での決勝進出はならなかったがタイム上位2人に残り日本人初の決勝進出を決めた最後は日本人2人が残り1枠を争った 2組を終えた段階で村竹がタイム上位の2番手に3組目の泉谷らの結果を待つ形となった泉谷は好スタートを切ったものの中盤でハードルに足をぶつけて伸びきれず3着争いとなりキプロスの選手とタイム差なしの13秒32で3着村竹のタイムを超えられずこれで村竹が日本人初のファイナリストになることが決まった 自身のレースから20分後の吉報に、その場で座り込み、顔を覆って涙した。村竹は予選では13秒22で1組1着に入り、準決勝進出を決めており、目標は決勝進出してメダルを獲得すること。12秒台を出したいと話していた。村竹らしっと、村竹らしっと、2002年2月6日生まれ。千葉県松戸市出身。 松戸市立相模大将軍